check the mic and make sure it sound right, boys. お疲れ様です。失礼いたします。ですね、今回はですね、まだ別の枠でですね、動画を上げることにいたしました。で、まあちょっと声がかすれてしまって申し訳ないんですが、そうですね、まあね、まあこれはまだ一部なんですけども、まあいろいろと買っていきますと、そうですね、どんどん増えてきますよね。まあ当たり前のことなんですけどね。まあなんて説明したらいいのか分かりませんが、そうですね、別にね、ここまで買った理由もですね、別に集めようとしたわけでもなくてですね、結果的にはまあね、増えてくるんですけども、でまあね、使わないものもあるんですよね。使わないものもあるのですが、これ面白いでしょ。後ろこんな風にね、なんか入れ込んでね、なんかねやったりもするんですよ。ね、昔はですね、まあ若い時から買ってたんですけども、まあいろいろと、そうですね、持っていくうちにですね、持っていくと言いましょうか、まあ買っていく、まあオーダーしたりとかもそうですね、まあそういうことも含みまして買っては来たんですけども、使う出番がねない時もね、もういっぱいあるんですよね。実際買ったとしても、使わなかったりもしますし、でよくね、昔は何でしたっけね、よくね、そうですね、懐かしいですね。懐かしい、そうですね。まず懐かしいって思えることの方がですね、まあもうそっちの方がもうそっちも大切なんですけども、やっぱりいろんな出会い買っていく中でですね、買ってきてですね、まあ、使ってる時もあったんですけども、そうですね、でやっぱシルバー来てくるんですけど、ゴールドにも行きますし、でよくね、まあ洋服とともにですね、合わせていくのですが、やっぱりその時の洋服の時代ですかね、そういったことに対してですね、合わせたりもするんですよね。
で、まあ私デニムが好きなので、まあ、よくねデニム色と合うんですよ、これがね。この中でね、その順位をつけるって言われましたら、僕は順位をつけたくないんですよ。うん、これが一番大好きだとか、ね、若い時にはそうですね、突っ張って、これがもう一番いいとか、いろんなことをね、順位をつけたわけでもないんですけども、好きだと言えるようなもの。いろいろそういったこともね、まあ言ってきたと思うんですよ。若い時にですかね、10代ぐらいですかね。時からもう、ハマりにハマって。でね、やっぱりその、いろいろこうやってね、まあ、一部なんですけども、いろいろ持っておりますとですね、使い回しにはいいんですが、ここまで必要じゃないでしょう、普通ね、どう考えても。で、まあ若い時ですね、よく父にですね、何鉄をぶら下げとるんじゃとか言われましたね。よく言われました。そんな重たいもの持ってどうするんじゃという形でですね、よく言われたんですよね。それね、旗から見たらそう見えますよね。いろいろとこれ全部つけろって言われても全部つけれないでしょう。でもですね、私にとったらそうですね、なんて言ったらいいんですかね、やはりね、やっぱりですね、洋服があっての、楽しみの一つでもございますし、だからいかにその洋服に、馴染ませていくのかっていうことの方がですね、僕はですね、そういったことがですね、大切だと思いまして、それでですね、よく買ってたんですよ。まあ、いろんなね、各種ブランドモチーフ、いろいろございますが、影響を受けたりもします途中で、だからそうですね、そういった意味でですね、これまで出会ってきた、まあ、なんて言ったらいいんですか、これアクセサリーですか、シルバーアクセサリーって、もう昔はシルバーアクセサリーでしたよね。いつの間にかシルバージュエリーとかいうふうに、まあね、まあ石入れていったらそうなってくるでしょう。まあいろんな意味合いも持ちまして、買ってきたわけなんですけどもね。で、人それぞれやっぱり価値観が違いますので、何が良くて何が悪いのかっていうことも含めてですね、いろんなことがあったんですよね。で、そのもう本当にね、シルバーブームに乗っかった時にはですね、まずクロムハーツからですね、ハマってしまったんですよね。それがなければですね、ここまでね、買ってはいなかったと思ってではおりますね。で、結構ね、アクセサリーをね、もうガンガンつける方もおられるんですよ。
で、私個人はですね、こんだけ買っていっぱいつけてるわけでもございません。本当にその時の、時代とともにですね、洋服と、調和した形、もう含めてですね、時にはですね、もうつけて出ていこうとか、お外に出ようとか、そういったこともございますが、洋服と、マッチするような形を持ちまして、よく使ってはおりますね。よく使ってる、あ、よくは、よくは使ってるかどうか分かりませんが、まあ、ウォレットチェーンとね、時計とですね、財布はもう必ずですね、つけるようにはしてるんですよ。もう仕事でもそうなんですけども、出勤の時とかですかね、財布も落とすのも怖かったですよ。本当にね、タクシーから何回も落ちたんですよ、財布。ウォレットチェーンなかった時は、つけなかった時はね。もうそういうのも、やっぱ落としたらダメだということもございましたので、あとは、そうですね、財布、やっぱりもう今ね、いろいろと財布のこともね、落としてもね、なくなってしまいますのでね。で、やっぱりそういうことの、ウォレットチェーンをつけたりですね、もう本当にね、街中にね、ウォレットチェーンつけてる人ね、いないんですよ、本当に。つけてたとしても本当に細いチェーン。だから年にね、本当にもう2、3回ぐらいしか見ないんですよね。つけてる方ね、ウォレットチェーンをつけてる方が。で、逆につけてる方がおられたら、おってもう感動しちゃうんですよ。そういったこともね、実際お外に出てみてですね、つけてる方がおられたら本当に感謝しておる、しております。まあ、もうここまで来たらもう自己満足の世界ですので、もう別にね、そうですね、なかなかね、折り合わない部分もございます中でですね、その時代にあったようなものに対してですね、シンプルにつけることがですね、今ちょっと多いですね。そういった形がですね、多いですね。シンプルにつけるのが。昔はゴリゴリでしたよ、本当に。動画では一応、つけてると思うんですけども、実際はですね、すいません、動画ないし、動画でしか使っておりません。ネックレスもそうですね。ブレスレットもそうです。すいませんが、動画内だけしかつけておりませんので、それでまだ影響を受けてくださる方がおられれば、僕自身も励みになりますので、やっぱり使ってあげるこそがですね、やっぱり個人的な感想ですが、いいのかなと思ってはおります。ちょっと今日は話が長くなったんですけども、私物紹介でも、まあ別に、でもなくですね、ちょっと今ある分だけで、ちょっと絵的にね、こういうような形をですね、動画としてアップいたしまして、今日のところはですね、そうですね、そういったお話をですね、やってみたっていうことなんですけども、本当その時楽しかったんですけどね。で、まだまだ増えていきますよ。すいませんけども、まだまだ増えていきます。増えて増えて、どんどん増やす。そうですね。逆にですね、よく、ちょっと話変わるんですけども、よく言われるんですが、占いのかと。
こんだけ持ってて使わなければ、打ったりはしないのかとよく言われるんですけども、私自身はね、ですわ、私はですね、売ることはしないんですよ。もともとあげることをね、人にあげる方の方がですね、そうですね、そっちの方の形の方がですね、強いですね。打ったことは一度もございません。お金に変えたことも一切ございません。ですので、ずっとですね、こうやってこういう形で残ったまんまなんですけども、まあ、あげたものもございますがね、いっぱいあげたんですよ。で、あげたのは良かったんですけども、また欲しくなった時にもあったんですよね、過去にね。そういった時はまた買い直しで買ったりもしましたし、同じもの、3つも4つも買ったこともございます。ちょっと話は長くなったんですけども、今回はですね、ちょっとですね、なんじゃこれは、KTS、ロハンマーですね、すいません。もういろいろ持ってる名前も忘れてきます。で、またですね、こういった動画もまだなんか上げていきたいなと思っておりますので、まあ、シルバーアクセサリーに関係のないものもですね、何か載せていけたらいいと思っておりますので、何卒応援の方をよろしくお願い申し上げます。コメント欄もいっぱい書いてくださいね、もう本当に。もう何でもいいんですよ。気使わなくていいですよ、本当に。使ってたらもうしんどいですよ、本当にね。仕事でもそうですよね。言いたいこと言いますよ、僕もね、仕事でも。ちょっと今回話は長くなったんですけども、そうですね、シルバーアクセサリーの、シルバーアクセサリーの、ちょっとね、小話程度ですか。そういうことをですね、ご紹介いたしました。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。